人は約束を守れない。はい、つみやき、こんにちは、大西です。私は日々英会話初心者さん向けに英単語や文法、音読練習など、英会話初心者さんがこの英語を使わない日本で早く話せるようになるためのお話を配信しております。もしあなたが英会話初心者さんでまだご登録でないということでしたら、ぜひ登録をお願いいたします。今日はですね、ホワイトボードを使っての講義ではなく、トークをしてみたいと思います。はい、まずですね、英会話初心者さんっていうのは、はっきり言って学習が継続しにくいと思うんですね。これが最大の悩みではないかと思います。はい、英会話学習やるぞ、英語話せるようになるぞ、英語話せるようになって一人旅行くぞみたいな、最初のね、鼻息荒い時期、最初のね、機動力はすごく素敵だし大事なことですよね。ですが、初めて見たものの点々点っていう感じの方はすごく多いと思います。いろんなテキストや教材を買ってみたけど最後まで続かない、何がうまくなっていってるのか実感がないみたいな感じですよね。それはすごくわかります。うん、だってもう普通のことなので、それはですね。で、もし今あなたがですね、ご自分で英会話学習を楽しく続けられていて成果も上がっているっていうんだったら OK です。全然いいです、この動画見なくて。なんですけども、今あなたが英会話初心者さんでずっと英会話学習やっているんだけども、なんか伸びないとか、なんか楽しくないとか、成果が感じられない、そしてそもそも学習が続けられない、やったりやらなかったりを繰り返しているということでしたら見てみてください。まずですね、一つ大事なこととして、もうね、普通に思ってほしいことがあります。それは、人は自分との約束は守れないってことなんですね。人は自分との約束は守れないんです。もうそういうものなんです。だからそれをね、もう普通に思った方が気が楽になりますよ。結構頑張る方っていうのは、英会話学習が続けられなかったら、なんで私は続けられないんだろう、やっぱり私はダメだ、不真面目だみたいな感じで思う方がいらっしゃるんですけども、関係ないです、はっきり言って。もうね、そういうものなんです。人は自分との約束は守れないんです。はい、だって英会話やらなくても別に死なないので、ですよね。別にいらないじゃないですか、英会話いらないですよね。はい、だから必要ないので、そもそもだから、そんなね、毎日続けるってやる気だけでは無理なんです。うん、これどんなものにも言えます。人はやる気だけで続けるってことは無理なんですよ。うん、どんな人もそうです。やる気っていうのは最初だけ必要です。最初何かを新しく始める時の機動力ね、車と一緒ですよ。車の最初のエンジンかけた時、ブーンっていうね、あれは必要なんです。あれがやる気なんですよ。でもその後っていうのは、環境システムの中で動いていくことなんですよね。はい、車だってそう、エアコンだってそうです。一番電気食うのは最初だけですよね。電源つけた時、エンジンをかけた時が一番燃料が必要なんですよ。それがやる気なんですよね。だから人も同じで、最初の何か始める時はよしやるぞみたいな、それ大事です。即断即決即行動、これめちゃくちゃ大事です。その場でスパッと決める、うん、よしやるぞっていう、このね、もわっと燃え上がる炎みたいなやる気は大事なんですよね。でもそれだけだと続かないんですよ。人はやる気で引っ張れないんですね。やる気っていうのは本当にもう天気のようなもので、その時ブワッと起こることなんですよ。それだけなんですよね。だからその後はちゃんと環境を整える、環境を持っていることが大事です。もうはっきり言って、日本で英会話学習が成功する方、つまり英語を話せるようになるかっていうのは、その学習を続けられる環境を持ってるか持ってないか、すごいシンプルなことなんですよ。なんかすごいいい教材使ってるとか、なんかすごいいい先生についてるからとか、なんかすごいメソッドでやってるとか、そういうことじゃないんです。真実は至ってシンプルで、英会話学習を続ける環境を持ってるか持ってないか以上なんですね。だからあなたがもし環境を持ってないんだったら、持てばいいんです。だったら絶対続けられます。はい、でその環境っていうのは何かっていうと、まあ一番加速するのは、はっきり言ってこの日本では英会話教室です。英会話教室や英会話の先生をつけるということですね。はい、それはあなたが信じる先生、あなたが信じる先生や教室を選ぶということは大切ですけれども、やっぱりそういう環境を持つ、お金を払って痛みを伴うわけですよね。お金を払って痛みを伴って、そういう環境を持つことで続けられるわけですよね。はい、でここで大事なポイントがあります。ただ漫然と英会話教室に行っても伸びません。
英会話レッスンというのは習うところではありません。英会話レッスンというのは自分が入れたものを出す実践の場なんですね。そうやって捉えると加速します。はい、なのでご自身での独学学習は絶対に必要です。この入れたもの、独学で学習で入れたものを実践の場としてレッスンで出す、この掛け合わせだから伸びるんです。加速するということですね。はい、だから独学の学習というのはめちゃくちゃ大事だし絶対必要なんです。はい、かけるの英会話レッスン、それでアウトプットの場が実践の場としてあるので掛け合わせで伸びていくということなんですね。ただ漫然と英会話レッスンを受けまくるから伸びるわけじゃないんですね。はい、特に英会話初心者さんは基礎がめちゃくちゃ大事なので、基礎が全く入っていない状態でいくらレッスンを受けまくっても伸びないんですね。だってインプットが増えていないので出すものないんですよね、ということなんです。はい、だから両方大事なんですが、はい、ただ英会話教室を使うっていうのはめちゃくちゃ有効です。なぜかっていうと、お金を払ってね、痛みを伴って環境を買ってるわけですよね。すごく大事です。はい、だからもしあなたが今独学でね、全然やれてて成果も上がってるっていうんだったら全然 OK なんですが、もしご自分でやっていて学習が続けられないとか、なんかいまいち上手くなってないって思うんだったら、環境を買った方が早いです。はっきり言って本当に早くなります。全然違います、それは。うん、だってまず学習を続けられるっていうことがめちゃくちゃ大きいです。はい、人はですね、もうとにかく自分との約束はすぐ破ります。うん、もうどんな人もです、どんな高尚な人も自分との約束はすぐ破るんですよ。だってそこに責任はないし、はい、自分なので自分ぐらいいいじゃないですか、ね、だからすぐ破っちゃいます。はい、もうお酒は飲まないって決めても自分との約束はすぐ破ります。はい、でももし今あなたがですね、生まれたばかりのお子さんを抱えてるとしたら、やっぱり飲まないと思うんですよね。だって自分に何かあったらね、この子を守れないじゃないですか、っていうこともありますよね。だからそれ人それぞれ、その時ね、何かやっぱり誰かとの約束ですよね。人との約束は守るんですよね。うん、だから独学でやられていて続けられないっていう方は、まあ、自分との約束を守ろうとしているんですけれども、自分との約束は守れないものなので、もうそれ普通なので、だから人との約束、つまり環境を買った方が早いということなんですよね。うん、はい、なのでそういうことをちょっと考えてみるといいと思います。そうすると加速するんでですね。はい、まあ、あとは、まあ、その約束ができるような仲間を持つかですね。実際に一緒に英会話学習をして、ね、その友達もやってるし、この友達と今度、ね、こういう国に行って、ね、例えばアメリカに行って大陸横断するんだっていう、ね、夢があって、友達と一緒にそれをやるんだって決めて、ね、そして一緒に切磋琢磨する、そういうふうに人との約束って破りにくいわけですよね。はい、だから環境を持つっていうのはいずれでもいいんですけれども、まあ、ただ英会話初心者さんが環境を持つとなったら、やっぱりですね、スクールとか先生をつけるっていうのが一番早いとは思います。うん、いずれにしてもこういった形でとにかくですね、独学でやられていて私はなんか続けられないんですよねっていうのは全然あなたのせいではなくて、どんな偉人もそうなんです。どんな偉人だってみんな環境を作ってるんです。環境を作った人だけが成功するんです。そして最後に真実を言いますね。英会話って続けたら絶対にものになります。続けたら絶対どんな人もものになるんです。どんな人も使えるようになるんですよ。これが分かってるんです、語学って。だから続けさえすればいいんです。はい、なんですけど、もしやったりやらなかったり、続けたり続けなかったりっていう感じが続いてるんでしたら、いずれにしても環境を整える、ここに注力してみてください。環境を整えたら必ず続けられるようになります。あなた一人では自分の約束は守れないんです。人は自分との約束はすぐ破っちゃうんです。それが人間なんです。だから人との約束を作りましょう、ということです。人との約束は破りにくいです。人を傷つけたくないし、そういう自分も嫌だからですね。だから人との約束は守れるんですよね。だから人との約束ができる教室とか、仲間とか、そういった、環境を持つということは学習を続けるのにめちゃくちゃ効果があります。結局は環境を整えてしまったもの勝ちなんですね、ということになります。はい、本日のお話が何か参考になりましたら、グッドのボタンをいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。 Thank you for watching. So see you next time. Bye.